こんにちは。どうも、僕監督と申します。本日もウィニングイレブン2018マイクラブ実況プレイ始めていきたいと思います。今回ですね、ウィニングイレブン2018ライト版が出たということで、まあそれを記念して、まあ記念してということでもないんですけれども、銀玉戦士でね、使えそうな選手を、何人かピックアップしましたので、その選手たちの、スカウトの組み合わせやっていきたいと思います。まあ一応オークション知らず、オークションいらずでね、手に入れることができそうな、まあ、選手たちばかりですんで、ぜひチェックしてみてください。ということで今回まずは行きましょう。最初の選手ですね、星さん、まあ銀玉なんで星さんの組み合わせですね。所属リーグその他ヨーロッパ、まあスカウトが、ね、集まったらね、この選手取っておくっていうのもいいかもしれません。はい、ポジションが次センターフォワードですね。はい、日々ね、スカウトはどんどん溜まっていきますんでね。そしてね、最後がカーブ努力カーブ、はい、これでファンペルシーが3分の1まで絞り込むことができます。はい、ロビン・ファンペルシー、セルヒオ・アラウホ、そして久保優也選手ですね。まあこの3人なんでぶっちゃけね、まあ、久保優也選手とか来てもちょっといいかなとね、僕的には思うんですけどね。はい、どうでしょうか。さあ、一応こっち、ファンペルシー選手ですね。現在ね、アーセナルで、まあ、得点王なども取ったことがある選手で、マンチェスターユナイテッドに移籍して、そこからフェネルバフチェやったかな、そのまま行ったんかな、ちょっと忘れちゃったけど、はい、まあ、能力的にはこんな感じですね。で、まあ、スキルがね、非常にまあ多く持ってますんで、使いやすいんじゃないでしょうか。次の組み合わせいきたいと思います。次ですね、星さん、リーグ、所属リーグブラジル、そして DMF ディフェンシブミッドフィルダー、そしてヘディングですね。これはねもう 100% 確定の組み合わせです。能力ヘディング、はい、かつて、ユベントスにもね所属したことがある選手です。ジエゴがおった時代ですね。フェリペ・メロ選手です。パルメイラスに、現在はブラジルのパルメイラスに所属してます。はい、ディフェンシブミッドフィルダー、まあ非常にね、何やろな、まあ、能力高いですよね。コンディション程度も高いのが特徴です。はい、スキルもこんだけ持ってます。はい、次の組み合わせいきましょうか。次ですね、まあこれはおすすめと言っていいのかどうか、所属リーグフランス、そしてアジアオセアニアね、国籍アジアオセアニア、あ違う、あれなんだこれ、国籍じゃない、地域大陸ね、アジアオセアニア、そしてカーブ、はい、これでね、日本代表の右サイドバック酒井宏樹選手がの 100% の組み合わせです。はい、こんな感じですね。能力はこんな感じ、全然光ってねえな。はい、まあ日本人ということでね、持っとってもいいのかもしれません。左サイドバックとか、まあ、中央とかも一応できるみたいですけどね。ちなみにもう一個組み合わせとして、ここをねカーブのところをスタミナにすれば、50% 半分ですね、2分の1に絞り込むことができます。スタミナどこ行った、スタミナは大事だからね。ないか、あった、はい、クォン・チャンフンという選手とね、2分の1になります。はい、次の組み合わせいきたいと思います。星さん、所属リーグ未所属、一番上やった、そして地域大陸アフリカン、そしてこの選手はね結構僕おすすめなんですけどね、ポジションレフトウィング、はい、ジェルビーニョ選手の、4分の1に絞り込む組み合わせですね。はい、ジェルビーニョといえばですよね、もうね能力スピードこんなに下がっちゃいました。なんか90、99やったけど、なんかそのぐらいの能力も取った時が懐かしいですよね。まあ、スタミナ85度高いんでね、最後まで走り切ってくれるんじゃないでしょうか。はい、まあ他の選手こんな感じでね、この選手ええな、誰やこれ、アカムクソ速いぞ、
はい、すいません取り乱して、次行きたいと思います。はい、それでは、ね、最後の組み合わせに行きたいと思います。星さんですね、その他ヨーロッパ、そしてオフェンシブミッドフィルダー、この選手はね本当に僕結構おすすめなんですよね。ウィリー2017でね僕は結構重宝しました。めっちゃよく使いましたねこの選手。そして能力キック力、この選手だけはね今作も欲しいなと思ってるんですけどね。はい、これ2分の1まで絞り込めてます。アンデルソン・タリスカ選手ですね。一応ねディフェンシブなポジション、まあ、ディフェンシブミッドフィルダーもできるけれども、まあ、ディフェンダー以外、まあ、ディフェンスよりディフェンダーより後ろですね、サイドバックスのそれ以外ならどこでもできます。まあ、右もやろうと思えばできるみたいな感じですけれどもね。はい、こんな感じ、能力も比較的高いですよね。まあ、スタミナだけがちょっとネックなんですけれども、身長も高くて、今回持ってます。今回しか持ってないですけれども、はい、この選手非常に僕をおすすめしてるんですけれどもね。はい、サイドでも使えるし、ね、2017では一応ポジションはレフトウィングが主となる、まあ、ポジションやったと思うんですけどね。スタミナなかったら知らなかった。僕はね一応セントラルミッドフィルダーとかで使ってましたねこれ。うん、はい、ということで、これアンデルソン・タリスカ選手の、組み合わせでした。ということでね、以上 1,2,3,4,5、うん、5人の選手のね、スカウトの組み合わせやってきました。それでは、試合の方いきたいと思います。それではね対戦相手の方決まりましたのでやっていきたいと思います。トッテナムホットスパー、ネイマールカバーニとね、結構強そうな2トップかな。コーチーニョサラーがおるから微妙なとこやな。ひょっとしたら3トップかも。まあ、やっていきましょう。とりあえずまずね相手の方のレートだけね、確認しておきましょう。677ということで、ほなやっていこうか。 OK、あ2トップね。あしかも3バック、今流行りの3バックです。カスパーシュマイケル、あとはクロアいないんかな。前3人、あら引っ込んだぞ引っ込んだ、ほほほほ、カバーに引っ込んでペドロで行くっきり。まあようわからんけどとりあえずやっていきましょうか。あいい感じですね。絶好調の選手たくさんおって、オーリエ使おうか。ほな、セルジーロベルト、後からインシーンゲは絶対出したいとこやな。最近お気に入りはデロッシー使おうかなと思ったけど、セルジロベルトもちょっと使うとこないな。はい、これでいきたいと思います。この一応インシーニシュールレマメティフを変えるかどうか。あマメティフはいいか。はい、じゃあやっていきたいと思います。プレイブーセンキデーだ。まあ特にあれやね、うちパスもクロスもなくなってスルーパスとドリブルとその他はい、やっていきたいと思います。いきましょう。はい、こんばんは。それでやっていきたいと思います。ボッカーのゲームチャンネル VS トッテナムホットスパー英語表記になっとる。おっしゃ、いきましょう。まあジェズスが調子いいんでね、うまいこと暴れてくれることを願いましょう。 OK、 おー、いいパス。そしてグイ、ちょっと足が出なかったか。よっしゃ、ええぞ。しなければなりませんね。そうですね。対策としては出した選手にしっかりマークをついていって、よし、数を送らせることが大事になってますよね。ジェズス行け。ダメか。三臭い動き出なかった。怖いね、さすがにね。誰か行ってほしいね。あぶね。よいしょ。ああ、ちょっと長いね。あ、長い長い、やばいやばい。何や、出てきたぞ急に。おい。相手のディフェンダーがうちのディフェンスラインの向こうから出てきた。取られます、取られます、それは取られます。おい、おっと、マジで、ちょっと待って。おい、怖い怖い怖い。よっしゃ、サネに行こう。
よっしゃ、おい、ダメか、体、うっと待って、ういしょ、どこに出してんねん、どこに出してんねん、誰も触られへんかな。止められちゃいましたけどもね、抜けてくればもうビッグチャンスだったんですけどね。よし、取ってる、いいぞ、よー、やめて、よいしょ、ちょっと待てよ、危ねえ、あー、ラクティッチ取られた、まともに取られた、やばい、よし。うー、ダメか、ちょっと左に展開したかったな今のは。あーっと危ない、究極に危ない、究極に危ない、究極に危ない。1では勝負していった方がいいですよね。なるほど、ここで前を向けるか。普通に出してみよう。ほら、ダメか。いやー、まあちょっと積極的には打っていってるかなっていう、というか今最初のシュートから。ちょっと待って、なら呼ぼう、バカよこう呼ぶ。そうですね、クロス合わせてくるか。わお、おい、危ね、バカよこ、サイドを縦に走らせます。どう、おっしゃ、あ、ダメか。絶好調にカコつけて打ちまくってるけど、あー、抜かれた。ヤニック、ヤニックやるやないか。うわい、ドロップ、潰せ潰せ潰せ、おし、いいぞ。あー、ごめん、ミスった、マジでミスった、危ない。 OK、 キャンセルを使って、うまいこと使って、あ、先に触られた。まずいまずい。前さん、それ絶対話したあかんで。話したあかんで、絶対それは。そいつだけは不利にしたあかん。あ、ミスったミスった。なんで出た、キャンセルは効かない効かない、ブルチェイジ、話したあかんて。あー、ナイス、亀に、亀にちゃう。亀にじゃない。うわ、コーナーか、しかも今。亀にってない、亀にって。ダメ、カメルーンね、ゴールキーパーへ。なんかね、ニュアンスが似てるんだよね。失点しました。なんで？いや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 、オンゴールやった今。マヤさん。え？いや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 、どこがオンゴールなんやろ。まあ、よくわからんけど、いけ。北澤さん、今のプレーですが、いかがでしょう？残念なプレーになってしまいましたね。ミスが多い。1点ではありますけど、1点であることには変わりませんよね。これからリードしている内の攻め方ができるわけですから、精神的にはありますよね。サイドへ展開、危ない、よっしゃ、行こう、いいぞ、やるぜ、行くで。あ、普通に今、あかんかった。あ、いい展開ですね。一旦前を取る、枚数いる、中につなぎたい。よしよしよし、ゴールキック、ゴールキックとなります。シュート3本しか打ってへんやん。なんか積極的に打っていってるような印象だけはあってんけど、印象だけやった、危ない。もう全然パスがつなげてないな、危ないな。吉田、ここ早めに入れていくっていうのも手ですよね。よっしゃ、いいよ、クルト、クルトズマやられた。ペドロ、バカ横、右サイドへ振って、あ、なんというパスが出たんや。おい、ちょっと待って、前さん、やばいやばいやばい、それは自由に刺した、あかんやつやで、危な。吉田、これを奪います。あ、順的にパスしてる。さあ、繋がるか、キーパー、よしよしよし、ここはキーパー処理しました。いいよ、これはいい、これはナイスパスが出たかもしれない。あかん、対1、いや全然良くなかった前半。後半こそね、ちょっと巻き返してやりましょう。はい、それでは後半は頭からね、インシーニアを投入していきました。絶好調なんでね、よっしゃ、おい、おいよ、なんだって、
うん、いいよ。ダメか。よし。何してんの攻めあぐねてるな、これ。よっしゃ、行こう。もう一度ポジションやプレースタイルの確認をする必要があるでしょうね。まだ何が起こるかわからないですからね。よいしょ、来た、ナイス、オッケー、追いついたぞ。さすが選手よ。アリサンジェルマン、ここで同点。よし、勝ち越すね。流れ来てますよね。なんと、うわー、怖え。なんだそれ、うまネイマール、うま。99番ネイマール、うま。よく止めましたね。ファインプレーですよね。危ない危ない、完全に危なかった。あー危ない。前半やられたコーナーキック、やられたいうか、なんかオウンゴールに取ったけどな。おっしゃ、取ってる、んー、よし、取ってる。何これ、よっ、ドゥイスタ、ミスってる、ミスりまくった。オッケー、取った、いいぞ。マルサ選手からのスルーパスをカットしました。さあ、ちょっとミスった。え？え？キャンセルしたつもりやってるよ。またこれキャンセル来たんかった。マルコサ選手は、マルコサ選手、冬場ということもあって手がずいぶんかじかんでるから、その営業かもしれんな。アリサンチェッパンとしてはここでます。立ち上がりに追いついたこのいい流れをね、どれだけ続けられるかですよね。この勢いで勝ち越したい。おっしゃ、こういう強い気持ちが必要ですよね。間違えた、間違えたというか、今ちょっとねトップにやってたつもりやって、あのジェズスの方にな、33番やってたつもりやってんけどな、踏み込みが足りなかったわ、指の踏み込みがな。もうちょっと、おっと、おぶね。アリサンジェルマンは交代枠を2つ残しています。どうなってる、ジェズス。おい、ちょ待て、フレーだ。おい、ちょ待て、それ出た、くそ。オッケー、これは奪い返します。高横、ちょ危ない、ほんま危ない、やば。よっしゃ、目前でなんとかだった。フロアサネ受けなかった。あー、それが行くか。うおいしょ、ああ取れなかった、やべえ、これはラッキー。吉田、ここはカットします。危ない、マルコサ選手、よし、サイドから、あー出た、よっしゃ、いいぞ。西にね、どうする、一回折り返してラクティッチ、あーっとラクティッチルティーティー、ハブ当てられた、お尻に当たった。よし、広いところ、うん、収まった、フリーだ。あかん、枠に入らず、ワンツーからシュートというシーンでした。しゃあないな、いい、もうちょっと選手交代、交代の時間帯、どうしよう、シュールで使いたい、インシーニエ、いやー選手を変えるのかっていうところやな、これな。シュールで右でもいけるか、ゴー下がるのか、ゴーはでかいな。というかいつももう、ちょっとセカンドトップで使ってみたのか、シュールレ。これでいくわ。ゴール必要やからな。これでいこう。あ、サネさん帰って、まあ、サネちょっとね、ちょっと消え始めとったからな、今。バカ横、うん、中途半端なことした。よいしょ、よし、ラキティッチ、さあ、つながった、あかんか、ちょっとダメだったな今のは。いやー吉田さん、なぜ、いいとこまで攻めたんですけどもね、危ない、おい、この終盤での攻め、おい、目が離せませんね。よしよし、マイボン、よしよし、こっち、絶対的にこっち、よっ、このパスが抜ける、あかん、つられへんかった、あれ、2人ともこっちに来てくれることを願ったんやけど、ちゃうかったか、なかったとこでしょうね、はい、
取ってる、おっしゃ取ってる、いけいけ、あっとちょっと変なことだった裏へ届くか、いい攻撃でしたけどもね。ボールが来たなこれ、まだ時間ありますからこの試合どうなるか分かりませんね。ボール来とんな、何やこれ、抜けたぞしかも、裏を狙ってやばいな、フロアサレからのボール、もうやめてやめて、イミングやめてやめて、いいとこまで行ったんですけどもね、怖っ、あとワンプレーあるかな、ここで収まる、あえてこっち、あちょっと待って、それ反応してないよ誰も、もうワンプレー、おっしゃ、で時間が見られへん、そんな言われへん、よっしゃ、インシゲいいよ、いけるか、あっていけるか、じゃあジャズ外してる、外したの、いやまだ全然時間あるやん、もうあとワンプレーかとか、そんなんやめてほしいな、取れる、えっ、おい危ない、あかん、終わった、はい1対1、あま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 あ、チャンスはね意外と作ったかなって感じ、まあ最後の方もね、あれも実際は結構厳しいシュートやったからな、ここの素晴らしいプレーはもちろんのこと、組織力が光る場面などもありましたし、これは投げかわしいな、ほんまあれでできた試合内容でしたよね、まあしゃあないな、アセンションシーン、お別れの時間となります、今日の解説は北澤剛さんでした、まあ、以上やな、今日はどうもありがとうございました、はい、ということでね、1対1、まあ試合率高っ、はい、1対1、まあ、両者譲らず引き分けに終わりました、それではね、今日はこの辺で終わりたいと思います、最後までご視聴ありがとうございました。